では見ていきますが、まず定款ですね。定観ってものがあるんですけども、まず定款が何かというと、簡単に言うとですね、会社のルールです。会社のルールブックですよね。それを定款と呼んでおりまして、これを絶対作成するという必要性があります。そして定款には何を書くかというと、大きく分けると3つのパターンがありまして、絶対的、相対的、任意的、この3パターンがありますと。で、その時に絶対的最事項ですね。これはですね、必ず記載しなければなりませ つまりこの事項がしっかりと書いていない段階で定管がしっかりできていませんのでそういうふうな定管では登記は通してくれませんから会社は完成しないとなるわけでですすね次に相対的ってももあるんですけどもこちらはですね。 書いても書かなくても別に会社は出来上がるんですけども、しっかり書いておかないと、その内容の効果が発生しません。これが相対的。で、最後、任意的ですね。こちらが、まあ、どちらでもいいですよ、と。ってものがありますので、この3つに分けてですね、記憶をしていきますよ。その中で、試験戦略上は絶対的ですね。ここをですね、内容ですね、必ず覚えていきましょう。6点あります。まず1点目が会社の目的。2つ目が称号。3点目が本店所在地。4点目がお金。 で5点目が発起人のこと。6点目が発行可能株式総数どんだけの数の株式を発行することができるんですかって、この6点ですね。この6点に関してしっかりと書いてくださいなります。 では、さらに深掘りしていきますが、まず一つ目ですね。まず一つ目をしまして、会社の目的ってものがあります。これ何かと言いますとですね、会社の営んでいく事業ですね。こういうふうなことをやっていきますよというふうな会社のテーマと言いますか。そこを書く必要性があると。次、二点目が、称号ですけども、こちらは会社の名称のことですと。次、三点目が本店の所です、ね、本店の所在地となっていますが、試験戦略上はですね、ここを支点と変えてきますので、本店ですからね、そこはしっかりと記憶をしておいてください。 次に4点目がお金ですので金銭に関してしっかりと決めていきましょうと次5点目が発起人に,に関する氏名とかを書きましょうとなりますねこの5点目ですねこれを書かせることによって責任ですね責任がどこにあるかをは,はっきりしていこうなんですよねなのが5点目次6点目がですね発行可能株式総数となっていますので発行できる株式の総数を書きましょうとなっています次いきまして